スーパーの皆さんをお騒がせしております。キックボーイ田中と言います。ツイッターとネットの情報でやってましたら犯人の目が3連発でもです。去年の次の第一原発事故を収束されないまま小田政権は5月ドラム原発3号機4号機の再稼働に踏み切りました。そして今原子力規制委員会、この原子力の規制施行という委員会において、いわゆる原子力側の人間、原子力を推進してきた人間を人事において不安に通そうとしています。こういった現状を少しでもおかしいと思っている方、あるいは、小さな方を持って、水や食事、空気と水彩で生活されている方、わずか5分や10分であっても構いません。全体の 3.5 キロくらいの密室ですが、スポーツの参加でも構いません。よろしければ一緒に歩きませんか。4時出発です。よろしくお願いします。建物ご案内です。よかったらどうぞ。どうぞ。哲子さんと佐々木さん、もうそろそろ仲介が近いのでちょっと近くでお願いします。本日は天候不安定の中皆さん集まっていただいてお疲れ様です。皆さんの日頃の行いがいいせいか、こんなに午前中は晴れ、雨降ったですがこんなに晴れました。でちょっとまだ暑いかなっていう気温温度ではあると思うんですが、まあ先月よりはずっと涼しく、デモにはぴったりの気温になってくれると思います。今日はよろしくお願いします。最初に先月22日首都圏反逆殺連合のメンバーが野田市長に面会し要求勧告行動をしました。で今日のこのリトモニュース神奈川のスタッフの一人である駅戸香織さんがメンバーの一人だったので、簡単にこの野田市長への要求勧告行動についての、報告をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。首都圏反原発連合の江戸と申します。毎週金曜日に、総理大臣官邸前と国会議事堂の周辺で講義を行っています。私たち最初に、大井原発の再稼働の中止を求めて講義を始めました。そして現在ではそれに加えまして原子力規制委員会の人事案に対しても講義を行っています。8月22日に、野田市長との面会を果たしました。この申し入れは私たちは4月から行っていまして、最初のうちは全然受け付けてもらえなくて、まあ時間が合わないとか忙しいとかということで跳ねつけられていたんですけれども、毎週金曜日の講義を続けていまして、6月にだいぶ人数が増えまして、まあ、最初数百人だったのが数千人、1万人を超えて6月に5万人、また10万人を超える数になったことでマスコミの方に取り上げてもらうようになり、それから7月の29日に国会大法院ということで日比谷公園をスタートして、国会議事堂で集会を行うというデモをやり、こちらでまあ10万人をやはり超える人が集まったということで、さすがに政府の方も思い腰を上げざるを得ないということになり、8月の面会にこぎつけたと思っています。それで、まあ、それから、22日に行われてから半月が経ったわけなので現状どうなっているかというと、いまだに大原発の方は、まあ、止めるという話にはなってなくてですね、この夏電力が
原発なしでも足りているということがほぼ証明されているにもかかわらず、まだ大井原発を止めるという話にはなっていないということですね。また、原子力規制委員会の人事案についても、いまだに原子力村出身と言われる3人の人たちが名前を残したままになっているということで、私たちは引き続き抗議を続けようと思っています。さらに、関西電力は30日に、福井の美浜原発の1、2号機について、これは運転開始をしてから40年を超えているという原発なんですけれども、ストレステストの一時評価というのを保安院の方に提出していまして、これもなんと安全性は確保されているという結果を報告しているということで、非常に許し難いことだと思っています。まだまだ金曜日の講義は引き続き行うつもりですので、皆さんの、参加をお願いしたいと思います。今、官邸前では金曜日以外にもいろいろな形での講義が行われていまして、これも非常にいいことだと思いますし、また金曜日は今、全国、40を超える道府県で数十箇所で官邸前講義に呼応するような形で講義が行われているというふうに聞いてまして、これも大変嬉しいことだと思います。とにかく諦めないことが大事だと思います。私たち一人一人は小さい力ですけれども、どんどんいろんなところで声を上げて、しぶとく粘り強く諦めないでやっていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のデモより出発ですが、こちらの地図の方をお持ちない方、スタッフの方で配ってますので、地図持ったスタッフの方、今スタッフの方を回ってますので、この赤い印字されている、地図の方をお持ちください。で、前回参加された方にちょっと特に説明しますが、前回は柳田公園方面向かっていくかなり、4.5 キロから5キロぐらいの長いコースだったんですが、まあ夏もまだ終わってないということで、ソートガード短いコースになってます。柳田公園方面には向かわないで、石崎モール、通ると神奈駅の下、通じた後、降りてそのまま横浜公園に向かう感じで、だいたい 3.5 キロぐらいで1時間ぐらいになると思います。その他、小旗の方はまだ配る分ありますか？スタッフの人どうですか？小旗、はい。で、特にお子さんに喜ばれる小旗の方まだあって、配ってますので、スタッフの方よろしくお願いします。それと、これからも動いてない方、こちら今残り8枚ありますので、このプラカードは申し訳ないですけど、到着地点の横浜公園の方で、待機でなくなりますが、お伝えください。よろしくお願いします。今日のコースについてちょっと一つだけ、皆さんにお伝えすることがあります。途中に石崎モールを通ります。で、石崎モールの中で、ポールがあります。で、この2つがポールなんですけど、ポールが1つだけの場合と2つだけの場合、2つある場合があります。で、デモ隊はこう進んできますので、ポールが2つあるところに関してはここだけだとちょっと定番順番入りきらないので、スタッフの方が誘導してこう2つに分けると思います。なので、いい具合にこう2つに分かれてポール通ってください。それとデモに無線になってるとなんてぶつかることあると思うんですね。お気をつけください。よろしくお願いします。え？何？5分ぐらいですが、3分5分にあったら
頑張りましょう。
今いらした方、3時50分ぐらいから退出してきます。で、まだ小型や地図の方、多分配りきってないと思うので、スタッフの方、今回ってると思います。今日のコースの地図、あるいは、小型、欲しいなって方、受け取ってください。お願いします。スタッフが今配っておりますので、ぜひ欲しい方いらっしゃいましたら、お声をかけてください。小型はそのまま、差し上げますので、ぜひよろしくお願いします。
じゃあお待たせしました。3時50分近くになりましたので、これから隊列を作っていきましょう。先頭にドラム隊、ドラムの方お願いします。高塚君、じゃあ僕と2人で先頭を作っていきましょう。はい、じゃあ隊列作ります。よろしくお願いします。はい、じゃあドラムコン様お願いします。先頭お願いします。
¡Gracias!
¡Vamos!
Yeah.
止めろ、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 ¡Gracias!
ください。Thank you.
対バイカロー反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 対原発いらない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 子供を守れ子供を守れ子供を守れ Yeah!
Thank you.
皆さん、まだ蒸し暑い中、でもお疲れ様でした。今日、今数えたものによると250人の参加ということです。正直前回ちょっと減ってはいるんですが、ただ200人から300人のデモ、横浜で続けると大きな意義があると思います。これからも続けていきます。よろしくお願いします。とりあえず今日いろいろ、まあ、機材等経費かかってますので、カンパ袋を持ったスタッフ、回ると思いますので、お気持ちで結構ですので、カンパよろしくお願いします。それと、反原発でももしくは抗議に関して告知等ある方、よろしかったら告知どう、できますので、どうぞ。いらっしゃいますか？お疲れ様でした。今週金曜日、9月7日、首相官邸前および、永田町霞ヶ関地帯でまた抗議行動を行いますので、18時から20時まで、ちょっと横浜からでもまだ1時間かからず40分ちょっとで来れると思うので、ぜひお集まりください。そして今ちょうど規制委員会、原子力規制委員会人事案の、人事案の、一番やばい局面になってきてまして、国会の同意を得ずに、野田首相が指名できるようになったので、ここで強く抗議したいので、その霞が関一帯の中で、中央合同庁舎4号館というのがありまして、この前ちょっと抗議やったんですけど、そこを人事案の一番と拠点として考えて、そこでも抗議しますので、官邸前や国会前だけでなく、こちらにもお集まりください。お願いします。あとですね、9月の末に、水槽に神奈川じゃなくて、東京渋谷原宿なんですけど、9月の末にも、まだ特定資金は決定してませんが、やりますでもやりますので、一応予定というか入れておいてくださいとは言われて、お願いします。で、私は法院の前で抗議行動してます。これは経済産業省別館なんです。法院の前で毎日頑張ってるんですけどね、もう2ヶ月やってますけど、まあ、150名ぐらいしか来てないんですよ。で、官邸前は何万人でしょ。皆さん、頼むから使う法院の前に来てほしい。お願いっていうのは、法院こそですね、悪の権限なんですよ。法院が頑張っていればですね、それなりの仕事をしていればね、福島の事故はなかったかもしれないんですよ。たとえあったとしてもね、小さいことで済んだんですよ。それがね、保安員、今500人ぐらいいるんですよ。私たちはその専門前でね、もう頑張って頑張って、FOE ジャパンの三田さん、もう40の可愛い子なんですよ。本当、火曜日、上手なんですよ。この子が頑張ってるんですよ。それから袋の会っていう坂上さん、この質問頑張ってるんですよ。それで、何としてもね、これを止めたい。保安員をね、もうギュッと言わせたい。で、保安員の伝統がほとんど今度の規制庁に行くんですから、判定もしてない保安員のメンバーが行っちゃったらね、どうなかったら、また同じことするんですよ。しかも、その上に立つ規制委員がですね、5人のうちの最低3人はね、原則決める人間じゃないですか。で、どうなるかって言ったら、もう、さっきはもうやばいんですよ。だから、前に行く前に6時半からやってますので、10分でも30分の立ち寄って止まってほしい。そしてそこで1万人とかなってほしい。警察は今のところゼロですから、策なんかありませんから。風が強いで強いで気持ちいいんですから、喋りたい人は私に現場にいるから言ってください。喋ってもらえば1分じゃなくて2分経っても喋れますから、いいですか。保安員の前行ってくださいよ。よし、頑張ろう。はい、すいません、東京都小金井市から来ました、ちょっと横浜からは遠いんですけども、9月16日日曜日、さよなら原発小金井パレードというのをやります。一人のお母さんの呼びかけから始まった本当に子どもとお母さん中心の子どものパレードですが、もしお時間ありましたらよろしくお願いします。15時半、集合で16時から出発です。よろしくお願いします。皆
さんお疲れ様です、僕は横須賀から来ているんですけれども、今横須賀市議会に対して、学校内に一時保存されている除染地の処理について請願を出しています。その請願の審議が9月5日水曜日ですね、市役所の、常任福祉委員会で、あ、教育福祉常任委員会で審議されます。で、ぜひお越しいただける方、横須賀にお住まいの方、市外の方でも大丈夫ですので、ちょっと傍聴の人数を増やしてプレッシャーをかけたいと思いますので、ぜひいらしてもらいたいと思います。ここに簡単な案内を持っていますので、もし興味のある方いらっしゃったら声をかけてください。よろしくお願いします。皆さんお疲れ様です。埼玉県から来ました。埼玉でデモを主催しております。下達されないデモ、アットマーク、坂戸鶴ヶ島ということで、9月29日の土曜日にデモでをやります。横浜からだとちょっと遠いですけれども、池袋から東武東上線で45分ぐらいなところなんですけれども、3時半集合、4時出発でやりますので、来られる方はぜひお越しください。それからちょっと別団体なんですけど、東電前アクションって311号から東電前でスタンディング工事をやってる団体なんですが、東電前アクションで9月16日に柏崎刈羽原発ができてから27年ということで、柏崎刈羽もう動かすなというアクションとデモをやります。それが、2時に東電前でアクションをやった後に日比谷公園に移って、一応やる予定、ちょっと流動的なんですけれども、日比谷公園に移って中栽培門からデモをスタートするっていう形になりますので、まだ大河道とか多いとかするのも大変大切なことですけれども、東電にやっぱり東電管内に住んでる私たちとしては、東電に物を売っていくってことを忘れてはいけないと思いますので、9月16日連休の中日なんですけれど、日曜日なんですけれども、ぜひご参加ください。よろしくお願いします。告知で失礼します。神奈川県民センター、10月6日土曜日、1時半から、岩上康美さんをお呼びしております。参加費800円で、下のロビーで部屋番号を見て上がってきてください。予約制ではないんで、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、茅ヶ崎から参りました。私16歳高校2年生の時から毎年デモに出て、毎年毎年数限りなくデモに出てまいりました。今年で何年だ、54年経ちました。一番印象に残るのはやはり60年安保の国会デモです。目の前で看板見てくださいが知りました。その時私大阪の高校から夜行で来て参加していました。その時は体が震えました。で、今年の原発のデモ、昨年から年の原発デモは体が震えるということはなくって、心が震えています。なぜかっていうと、以前のデモと違って、やはり一人一人の皆さんが自分の意思で参加される、非常にこれは大きな希望だということで心が震えています。前置きはそれだけなんですが、9月の22日土曜日、祝日でもあります。茅ヶ崎で3回目の大きなデモをやります。よろしければぜひお越しください。海岸も近いですし、のんびりとデモです。お越しくださいませ。はい、ここちょっと、ここもうちょっと解散しなきゃいけないので、今日本当にお疲れ様でした。で、短くプラカード書いてない方お返しください。それとタオルの忘れ物を預かってます。いらしたら、こちらで、行ってきてください。じゃあお疲れ様でした。解散します。お疲れ様です。長時間にわたりご視聴ありがとうございました。30秒終了します。
最新担当は IWJ 神奈川の萩崎でした。またよろしくお願いします。